マシュー・ラッセル・ダウンズは、アメリカ合衆国、アラバマ州、タスカルーサ出身の元プロ野球選手、ウトをミギウチ。今マリオン軍事大学の監督を務めている。2003年の MLB ドラフトで、ピッツバーグ・パイレーツから25巡目指名されるも、入団せず。2006年の MLB ドラフトで、サンフランシスコ・ジャイアンツから36巡目指名され、入団。この年は、 参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツでプレーした。2007年は A-9 セーレムカイザーボルケーノズでプレーした。2008年は a 級サンノゼジャイアンツで109試合に出場した。この年のカリフォルニアリーグのオールスターゲームにも選出された。その後、トリプル A 級フレズのグリーズリーズに昇格し22試合に出場した。2009年は開幕前に メジャーのスプリングトレーニングに招待された。しかし、開幕はトリプル A 級フレズノで迎えた。6月16日にエマニュエル・バリストの入れ替えでメジャーに昇格した。7月3日にトリプル A 級フレズノに降格した。7月21日に故障で離脱したフアン・ウリーベに代わって再昇格した。2010年は前年同様、開幕前に メジャーのスプリングトレーニングに招待されるも開幕はトリプル A 級フレズノで迎えた。4月17日にアーロン・ド・ワンドの怪我での離脱に伴ってメジャーに昇格した。エドガー・レンテリアとフレディ・サンチェスが DL 入りしている際はウリーバと共に遊間を組んだ。5月29日にサンチェスが復帰し、5月27日にウォルディス・ホアキンとの入れ替えで、 トリプル A 級フレーズのに再降格した。6月にメジャーに再昇格したが3試合に出場した後再再降格した。8月23日にフロリダ・マーリンズから獲得したばかりのコディロスをロースターに登録するためデ d フとなった。2010年8月25日にウェーバーでヒューストン・アストロズへ移籍した。参加のトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスへ移動した。 9月1日にメジャーに昇格した。2012年オフに FA となった。2013年1月25日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。開幕前のスプリングトレーニングには招待選手として出場していたが、3月26日にマイナーのスプリングトレーニングへ移動された。この年は参加の AAA 級ニューオーリンズ・ゼファーズでプレーした。 2013年11月にマリオン軍事大学の監督に就任する。ありがとうございます。